一応目を覆えば。目くらまし、見えないだろ、根こそぎにしてあげる。シュレン満員だよ、音が聞こえる。ついてきて。なんでこんなところに宝箱が？これ届け出ないでいいんだよね。いい品だって匂いがする。面倒だ、尻尾の毛がぐちゃぐちゃだよ。雑草を刈る時間だ。早く治療しないと、命が優先だよ。葉落ちて紺にキス。まだ研究が残ってるのに、花の咲く日も待たずか。なんだよ、やるんだね。キリがない、葬ってやる。道案内なら任せてよ。え、また誰か毒キノコを食べたの？サンプルを取りに行こう。こんにちは、アビディアの森所属のレンジャー長ティナリだ。ウリンの生態系や入林者の安全を守るのが仕事さ。初めての人はアビディアの森サバイバルガイドを読んで、特に食用キノコと毒キノコの見分け方っていう部分に目を通しておくのをおすすめするよ。乾いた紙の間に葉っぱを挟んで押すと、使いやすくて素敵なしおりが出来上がるんだよ。失敗を恐れないで。失敗を重ねることも学びの大事なプロセスだから。知識の価値っていうのは単純にお金で測れるものじゃない。僕はこの天気に慣れてるけど、君は傘を差した方がいい。僕の尻尾には撥水性のあるエッセンシャルオイルを塗ってあるから、振ればすぐ乾くんだ。ああ、なんて激しい雷だ。うん、頭が痛い。こんな天気めったに見ないよ。寒くない？寒かったら僕の尻尾の毛に手を入れてもいいよ。耳が吹き飛ばされちゃう。うん、暑いよ。こんな強い日の光を浴びたら霧氷花だって溶けちゃうよな。ああ、でもよく考えたらそれはないか。ほら、溶泉から滴り落ちる朝露の音が聞こえるよ。昼休みは木の上に座って木漏れ日を見つめながらぼーっとするのが好きなんだ。うっかり眠っちゃう時もあるけど。こんばんは。ちょうど夜行植物の観察に行くんだけど、一緒にどう？見張りは僕がするから、君は寝てていいよ。ついでにパトロール日誌を書かなくちゃ。学生時代は正論派で、専攻は植物学だった。卒業後は教師として残ることを先生には期待されてたんだけど、正直もっと自由な環境で研究したかったんだよね。それに教令員のやり方には賛同できない部分がある。幸い先生も強要はしてこなかった。まあされても無駄だったけど。僕の一族は人付き合いが嫌いだって思われてるけど、それもしょうがないことさ。もともと数が少ないし、そのほとんどが学者で研究のために奔走してるから、あまり姿を見かけない。僕の父も昆虫学者で、最近は砂漠で甲虫の進化の歴史を研究してるみたいなんだけど、僕は遠慮したいかな。恥ずかしながら太陽が苦手でね。長時間太陽の下にいると頭がグワングワンになってフラフラしちゃうんだ。お互いを知るには一緒にいる時間を増やすのが一番。それ以外は現実的じゃないと思う。だから急いで自己紹介しなくたっていいよ。時間が全てを解決してくれるからね。僕たちは友達かだって？そんなことにまで承認が必要なの？じゃあ早く友達証明書を見せてよ。サインしないとだろ。小さい頃こう祈ったことがあるんだ。もし神の目が手に入るなら、
草元素でありますようにってね。まああの時は研究のためとかじゃなくて、ツルを作って高いところになってる木の実を食べたかっただけなんだけどさ。名前は聞いたことあるけど、実際にその生き物を見たことは一度もないかな。時々森の奥でざわざわ音がするんだけど、近づくと消えちゃうんだ。少なくとも彼らは自分の身を守る術を心得ている。パンサーに近づいたりしちゃうおバカな冒険家よりはマシさ。カカタのことは心配しないで。彼は僕の研究活動の助手だから、手出しする気ならまず僕を通してくれって知り合いのマハマトラに言ってある。あれ？まだ彼のことが気になるの？じゃあいっそのことソロン派の授業を取ってみなよ。そうしたら僕がいなくなったとしても君が代わりに面倒を見てあげられるだろ。知ってる？植物は擬態ができるんだよ。昆虫や鳥に擬態して天敵を威嚇するんだ。餌で他の生物を引きつけ、代わりに花粉を任せるものや、香りや蜜で獲物を引き寄せる純粋な捕食者もいる。まあここまで来ると植物だけの特技でもない感じがしてきたね。ここに連れてこられたばかりの時、あの子は文字すら読めなかったんだけど、何も問題はなかった。真面目に勉強してぐんぐん上達していったんだ。ただ医術を身につけるにはまだまだかな。それにあの子は時々自分自身にプレッシャーをかけてしまうところがあるんだよね。君もあの子をサポートしてあげてくれない？この通り、師匠からのお願いだ。セノに会いたいの？先に忠告しておくけど、あいつに目をつけられると厄介なことになるよ。大マハマトラのようなお偉いさんにはなかなか会えない。でもあいつはたまにガンダルバー村までコレイの様子をこっそり見に来てるんだ。セノはバレたくなかったんだろうけど、声でわかる。アルハイゼンには気をつけて。悪党ってわけじゃないけど、いつも極端に理性的でさ、普通の感覚では受け入れられないところが多い。信じられないなら彼のルームメイトを見てみてよ。いつも風スライムみたいにプンプンしてるから。カーベはスメールの有名な建築家で、あのよく目立つアルカサルザライパレスが彼の代表作なんだ。設計施工当初におすすめの観葉植物について相談されたことがある。でもパレスが完成した後、彼はなぜか借金まみれになっちゃってね。今は後輩のアルハイゼンに助けられて彼の家に居候してるよ。幸運って言うべきか不運って言うべきか。名高いサングマハベイ様っていうのは実はドリーなんだ。かつて研究のためにレアな資料が必要だった時、謎の仕入れ先を持つドリーだけがそれを手に入れることができてね。それを機に知り合えた。その彼女から何を買ったか、何の研究をしてたかは聞かないで。セノからその先輩のことは聞いたよ。類まれなる天才で才能あふれる博識な人だったのに、残念ながら早々にモンドへ帰っちゃったらしいね。もしかして彼女は在学中に知識の恐ろしい一面を目にしてしまったのかな。学生時代、植物の歴史は草の国の歴史であるって説を聞いた。言った本人はそんなつもりなかったのかもしれないけど、僕はそこに何かが隠されていると感じたんだ。いつかクラクサナリデビ様に会うことができたら解釈してくれるかな。ウリンでの生活はどう？目や耳を澄まして安全に注意し、何かあれば
レンジャーを呼ぶことを忘れないで。はあ、何もわからないまま適当に触れたり食べたりしている連中がたまに羨ましくなるよ。彼らの世界では至る所で奇跡が起きるんだろうね。アビディアの森をよりよく管理するためにレンジャーたちにはトレーニングを提供しているんだ。まあトドのつまり知識の普及ってこと。教練員に邪魔なんかさせないよ。僕を監禁したらビマリスタンは大変なことになってしまう。毎日どれだけ変な患者が増えるか見ものだね。こっそり教えるよ。実は僕、グランドバザールの雰囲気が大好きなんだ。商売は繁盛し、生活は活気に満ち、シアターでは歌や舞が披露されてる。でも残念ながら騒がしい音は僕の耳に優しくなさすぎる。え？後ろから耳を塞いでくれるって？歩きにくくなっちゃうよ。でもその行為は受け取っておくね。子供の頃は幻想的で素敵な夢をたくさん見たけど、大人になったある日、それは永遠に記憶の彼方へと消えてしまった。君はまだ夢を見る？それはどんな夢？教えてほしいな。アビディアの森には葉っぱや花がよく落ちてる。中には形の綺麗なものもあってね。そのまま放っておくにはもったいないから、ついつい拾って標本にしちゃうんだ。レンジャー養成のための教材としても使えるし、美しい装飾品にもなって一石二鳥なんだよ。悩み？そうだね、アビディアの森の汚染、トラブルに巻き込まれる冒険者たち、それから僕の尻尾に飛びかかろうとする救助犬とか、いろいろありはするけど、こういう悩みには必ず解決策がある。だから大きな悩みは特にないかな。そう考えるとレンジャー長の生活って案外楽なのかも。おかしな話だけど、僕、肉食動物の血が流れてるのに一番の好物はキノコなんだ。食用キノコは種類も豊富だし、生でも乾燥でも特有の芳香を漂わせるだろう。それに肉と一緒に煮込むと肉の旨味にだって勝っちゃうんだよ。嗅覚が鋭すぎるせいか、香料を多用した料理は楽しめないんだよね。せっかくスメールにいるのに残念。質の良い素材と絶妙な味付け、とっても美味しいよ。素晴らしい組み合わせだね。レシピを教えてくれない？次回のレンジャー懇親会のメニューに加えたいんだ。何か新しい料理教えてあげようか？誕生日おめでとう。今日ちょうど満開になった鉢植えをプレゼントするよ。付属の栽培ガイドでも解決できないことがあったらいつでも連絡して。この鉢植えにはレンジャー長による永久保証がついてるんだ。君の誕生日って満開になる花が多いから選ぶのに苦労したよ。来年はまた新しい品種をプレゼントするね。種は目指し、土を破って根を下ろす。小さな苗は背伸びして、枝を広げて葉を伸ばす。つぼみは枝に、花咲き満ちる。果実は熟す。末頼もしく。